新年明けましておめでとうございます。山猫のピアノ生活始まります。明けましておめでとうございます。ピアノエンターテナーの山猫と、明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたします、こてつでございます。キャー、ありがとうございます。こてつさん、ありがとうございます。イエイイエイイエイ。リスナーの皆さんもね、はい、新年早々、うん、ラジオ聞いていただいて、はい、本当にありがとうございます。ほんまですね。まさかね、今年の1月1日が月曜日で、放送が行われてると思ってなかったんで、いいの、はい、いいの、っていう感じで、ちょっと私ちょっと大興奮です。いやね、やっぱり新年ちょうどね、放送の月曜日にうまいこと当たってるっていうのはこれね、うんうんうん、これ使わない手はないですね。そうですね、こんな縁起のいいことないです。ほんまです。ということで、先ほどね、はい、私と小手さんはこう新年お祝いのお昼ご飯をね、はい、一緒にそうです、ね、食べて、はい、皆さんご存知です、小手さんめちゃめちゃ食べるんですよ、こう見えて、めちゃめちゃ食べるんです。びっくり。ちょっと私ね、小手さんよりちょっと少なめに食べてるんですけど、はい、もう今もしんどいですよ。なんだまだまだいけるでいう感じですもんね。ちょっと足りへんでいう感じの勢いでしたもんね。ほんまですわね、もうちょっと食べたいなという感じでね。いやでも食べるっていうのは生きる原動力ですから。そうですね、まあ食べられるうちがね。そうですね、ありがたいこっちゃ。まだそんな心配するのにはちょっと早い。はい、いや素晴らしかったです。はい、ありがとうございます。ということで今日はね、新年大スペシャル、うん、はいはい、山猫とピアノ生活も第157回目となります。おー、すごいね。いや意外と、あ、まだ157回目かってちょっと思いましたけど。いやでも、もう1000回ぐらいやってると、ね、結構な回数ですよね。うん、だから1000回やるっていうのは結構大変なことなんですね。そうですね、1000回と何年になるんですかね。今ね3年目やと思うんですよ多分、はい、3年目で150回ってことは、はい、30年かかってやっと1500回合ってます。私計算合ってます。まあそんなもんですかね。ちょっとあの指の数より多い場合はもう計算できないんですよ。まあどうでもよくなってきます ね。 そうですね。でもね、私はしつこくしつこくね、はい、数え続けますよ、うん、だから今年の夏ぐらい、はい、あ、じゃあ秋ぐらいかに200回になるってことか、うん、頑張りましょう。すごいね、お互いにね、うん、はい、いっぱい食べて頑張りましょう。いやほんまですわ、はい、ということで、はい、今日本年1日目、1回目、うん、2024年第1回目の今日はですね、はい、私あの年末にずっとあの中国行ってたんです。おいやなんかね、音信不通やなと思った。そうなんですよ、私音信不通になってたんですよ。どっか国外逃亡されたからだもんね。そうなんです、逃亡はなかったんですね。探さないでくださいですよ。いや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 。そうだからね、なんかの日本に帰ってきてから着信がありましたみたいなのも結構入ってるんですけど、はい、知らん電話番号からも結構かかってたな。小手さんじゃないよね、まさかね。いや、かけてないですね。そうですね、私が音信不通ってことは、まあ、どっか行ってんやろっていうことですもんね。はい、そんなこんなでね、今回のツアーはですね、12月の頭からもう帰国ほやほやなんです私。あ、ほんなら一月丸ごと約1ヶ月間行きっぱなしだったんですけど、え、いっぺんも帰ってこんと？帰ってこんと。あ、いや洗濯物とか洗濯しに帰らんでもよかった。洗濯はね、あの最小限やらなあかんやつはやってたんですけど、はい、この季節、はい、なんかニットとかコートとか、あんなんはもう洗濯できないんですよ。いや汗かかへんし、まあまあ確かに、ただね、一月ぐらい履きっぱなしでも大丈夫で、下着も。いやいやいや、それはダメです、それは嫌です。なんかアーティストとして臭いっていうのはちょっとあかんやろっていつも思うんですよ。そんな匂いせえへんと思うやけど、やっぱりあの一週間くらい履かんと体に馴染んでこないことないですか。馴染ますことが大事。で私の場合は来た瞬間から馴染んでるんでもう大丈夫なんですけど、あのね、向こうのご飯ってね、なんかね、はい、匂いがきついんかな、はあはあ、一回着た服を翌朝嗅ぐとめっちゃ臭いんですよ。あのご飯の匂いっていうんですかね。あ、そう、あ、そうですか。なんか職場じゃない、ご飯屋さん
の匂いみたいな、焼肉焼いた次の日の服みたいな匂いがすごいするから、私ちょっとそれ嫌なんです。だって朝来た時に爽やかじゃないの嫌じゃないです。いやでも夜来てそのまま寝てますから、あの朝起きて私あの着替えたりはせえへんですよね。まああのよね、上着は着ますけどね、うん、はい、そういうタイプなのね、はい、いや私はもうちゃんとお風呂に入ってから寝るタイプなので、いやまああのね朝は入んないですからね夜は入って着替えますけども、はい、そうだからね結局その必要最低限のやつ洗ってたんですけど、はい、その大物あとニットとかって、はい、おしゃれ着洗いしなきゃいけないので、はあ手持ちのそのしょうもない洗剤じゃダメ、ダメっていうか傷んじゃうんですよね。そういうことか、うん、でホテルに出してお金出して洗ってもらうのも心配なんですよ。これちゃんと優しく洗ってくれんのみたいな。ああなるほどね。そうなんです、まあ、信用してないってわけじゃないんですけど、まあ、信用してないんですよ、でだからあの何個も何個も持ってったから荷物すっごい多くてね、私今回冬は毎回そうなるんですけど、いやそんなもんあのアタッシュケースじゃないけど普通 の, あのキャリーバッグ一つじゃ足りないんや、ね、そうですね、あの必ず2つ体制で行くんですけ ど,、ど夏でも何でもね、はあ、で1個は、ね、105リットル入るめちゃめちゃでかいやつと、はい、でそれが、ね、冬は必ず重量オーバーになっちゃうんですよ。あら、まあ、行く時からもすでに重量オーバー。あら、はい、なんか中に1人入れて一緒に行ってんじゃないですか。それそれを思われてもおかしくないです。今回行く時すでにもう20 5キロか、はい、25キロ超えてたな。はあ、でなんか今円安なんで、その超過料金めっちゃ高なりますけどいいですかみたいなこと言われて、あなるほど、それは払わなしゃあないのやろみたいな。いやまあそうやね、半分にちょっと空港で置いていくわけにもいかないですね。そうなんです、だから今出せるもんは出してくれって言われるんですけど、出されへんから入れてんねやろって私は思うんですよ。あねえちょっとね、はい、危ないもんも入ってるかもしれませんからね。そうです、そうなんです、秘密にないないでね、密密輸入、密入国選んで、そんなこんなでね、洗濯物っていうか、まあ、荷物めちゃめちゃ大荷物で行ったんですけど、うん、まあ、それはねいつものことなんですけど、今回ちょっとね、はい、面白いことにね、ほぼ一人で回ったんですよ。よよ、いつもあの付き人というか、そうですそうです、付き人と、ね、マネージャー、通訳さん、とスタッフさん、そのコンサートとかの時にリハーサルとかで動いてくれはる人たち、はい、全員でこうチームで回るんです絶対に、うん、それはね一人って、はい、っていうのが、ほんなまあ会場ごとのスタッフさんはいるんですけど、マネージャーと通訳がいなかったんです、はい、あ経費削減されたんですかね。あらやだ、そういうこと言っちゃうとちょっとまあそういうことなんでしょうかね、はい、ちょっとそこはちょっとお茶を濁しておきましょうね、はいはい、新年早々ね、いやまあ一人でほっといてもねもう慣れてあるから向こうも大丈夫や、いやいやそれもあると思うんですけどね、私ね、私ねこれに関してはね、ちょっとね昔ね、ちょっと中国語喋れるようになった頃に、向こうのその経営者の方からね、せっかく外国人を呼んでるんだから、中国語を喋られたら困ると、まるで中国語喋ったらこっちで仕事してる日本人みたいやないかって言われたんですよ。あ反対にそうきたか。そうだから、中国語は喋るなって言われてたんです昔、人前では喋るなって。だからもう全く何も中国語のことがわからないさらの外国人をわざわざ招聘してるんだっていうふうにしたいんだって、だからこっちの人っぽい感じは出すな、まあ、そっちの人じゃないんですけどって言われて、はい、もう無理やり日本語ばっかり喋ってたんですけど、はあ、そんなことを昔要求してたくせに、それちょっと今度は一人で行けるの、ね、都合のいいことだけね、はい、そうなんですよ、だからその通訳さんがいないから、はい、まあ、その飛行機一人で乗って、一人で降りて、はい、で現地の社長さんに迎えてもらって、中国語で交流するのは、まあ、ありはありですけど、はい、コンサート中も通訳いないんですよ。はあ、ほんならもう完全に全く分からへんふりしとるわけにもいかんな、これじゃないんですよ、はい、もうだから、もうまるでこその中国に住んでる日本人みたいな感じはーはーですよね、そういうこっちゃね、そんなこんなでね、はい、一人で回ってきたんです私。はあ、ほんならもうほぼ日本語が得意な中国人みたいな感じになりましたね。確
確かにそういうことですね、はい、だからダニエル・カールさんみたいなもうちょっと日本語得意な人みたいな、でもちょっとこう言葉悪くて、ネイティブではないなみたいな感じの人になってるんでしょう、ね、そうですね、どっかね中国も広ございますからね、そうですね、なんか地方の人かなぐらいに思われてるのか、いやもういいのそれで、はい、ほんでね今回はね、名古屋から韓国経由で中国行ったんですよ。ほう、え、なんでそのあの普通中国の主要都市はダイレクトで飛んでますやんか。そう、韓国から行けばいい話なんですけど、これがまたね、はい、ややこしいことに、うん、中国に渡る1日前に欧米人と会う約束があったんです。なんですかそれは。イギリス人、あ、なんかそのお仕事の関係。そうなんですよ。で、彼とは英語で喋らなあかんかったんです。ああ、それはしかも韓国で会うということですか。日本で会ってたんですよ。名古屋付近で、そう、その、イギリス人と交流して、それでそっから名古屋から飛んだんですけど、世界にはね、いろんな言葉を喋る人がいると思うんですけど、私の脳みそそんなに足りないので、多分外国語ってね一種類しか入らないようになってるんですよ。私多分おそらく私の脳的に。いやそんな普通生まれたところのね方言ぐらいしか入ってないですけどね。何々しとってやね、みたいな。そう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 。今ね通訳の翻訳機が、あ、確かに翻訳機があんねんけど、いやほんでね、その私昔英語は結構まあまあ喋れてたんですけど、中国語勉強したときに全く英語できなくなっちゃったんですよ。はあ、抜け落ちたんです。どっか行ってしまったんですかね。どっか行ってしまう。なんか脳の中身を入れ替えてどっかに落としてきてしまった。どっか引き出し入ってると思うけど、引き出しがどこか分からなくなってしまったんですかね。だからね、中国語と英語を混ぜるのめちゃめちゃ苦手なんですよね。だから今回そのイギリス人と会った時も、昔中国でマネージャーしてた人と一緒にイギリス人と最初交流したんですけど、お互いにやっぱ中国語の方が得意やから、あ、オーケーっていうのもハオって言っちゃうんですよ。めちゃめちゃ混乱して、えらい目に遭ったんですけど、で、まあ、そういうこともあって、まあ、名古屋から韓国経由で、韓国で、まあ、韓国ご飯を食べて、でそこから中国に入ったんです、でね、今回ね中国でねこれだけはちょっとみんなに自慢したいっていうところに行ったんですよ。それは何場所ですか。そうです、ウイグル新疆自治区。あ、名前は聞いてますね。はるか昔に、ね、NHK でやってたシルクロードの。あ、ね、そうなんですよ、はい、そういうイメージありますね。そうなんですよ、私ねここね、7年前に実は1回行ってるんですけど、なかなかやっぱ遠すぎて行く機会がなくて、今回やっと来たんですね、そのチャンスが、あ、地球儀なくなってる、このスタジオ地球儀あったのに、あれ地球儀、ね、地球儀なくなって、あれ大掃除でどっか行ったんか、大掃除で片付けられてしまったから、そう、キルギスとかカザフスタンとかの近く、だからだいぶ西側っつうんですか。そうですね、もうほとんどね、それこそヨーロッパに近い、そうなんですよ、中継地点ですね。そうなんです、だから顔とかも、もうヨーロッパ、ロシアか、ロシア系のもう美人、美男っていうんですか、もうこれ絶対顔ちゃいますやんみたいな、そんな人が多くって、あとね、やっぱり私、音楽家なんで、音楽がもう中東の香りなんです、全然違うんです。あ、中東の香り言われてもやっぱりちょっとね、こっち側に近い日本に近いとこはどっちかというとね、なんとなく落ち着いた。これね、音楽をね言葉で表すのちょっと難しいし、まあ いろんな主観があるのでね、なんかラクダが似合う感じの音楽って言うんですかね、簡単に言ってしまえば、こっちで言ったらなんか牛とか牛とかね、なんかああいう感じの、あ、そんな感じですよね、そう、なんか向こうで乾燥した、そう、砂とラクダみたいな感じの音楽で、それでそのウイグル行った時にね、もう、いきなり音楽がもう全然違うやんって思ったんですよね。でね、それもそうなんですけど、ウイグルに行ったのが、中国の青島っていうところからウイグルに飛んだんですよ、で青島青島ビルの青島ね、青島から一旦上海に行って、上海から、ウルムチっていう
新疆の首都みたいなところ行ったんですけど、フライト時間だけで合計8時間乗ってるんですよ。その、乗り換え時間抜いて、もうなんかあのアメリカ行くような感じだね。8時間も乗ってまだ国内なんと思って、どんだけ大きいのこの国とでね。ほら広いわな、すごい。まあそれは音楽も人の顔も変わるようなって思うんですけど、でもねこれ中国の面白いところはね、アメリカって時差があるじゃないですか、うんうん、都市によって時差があるんですけど、中国も同じぐらい横に太い国なのに時差はないんです。あの仕事やるときはその方が分かりやすいんですけどね。そういうことか、時計がずれてないんですよね、はいはい、ただ、生活がずれてるんです、そらな日が昇る時間が違うもん。そうなんですよ。でもね、そうするとね、私、はい、その日は青島で朝5時に起きて、飛行機に乗って、ほいでウルムチに着いたのが8時9時ぐらいやったかな、でそっから夜10時からご飯なんですよ。でも向こうの夜10時のご飯っていうのはちょっと遅い、8時ぐらいからのご飯やから普通の時間なんですよね、はいはい、でも朝5時に起きた人からしたら夜10時にご飯ってもうちょっと苦痛でしょうがない。慣れてないとね、もう寝たいんですよ私っていう、ちょっとね、もう半目でね、しんどいわって。もうほんまなんかご飯食べながらちょっと寝てたと思います私ね。で夜寝たのは3時ぐらい、向こうで言う1時ぐらいの人にするとちょっと遅いな、普通、ちょっと遅かったねぐらい。でもなんか朝5時に起きて3時に寝るってなんかすごく損した仕事しすぎっていう感じですね。すごい損した気分になってるんですけど、でも体って自動的に起きるじゃないですか。だからやっぱ朝7時ぐらいに起きちゃうんですよね。そうするとでも向こうの朝5時ぐらいの、まあそういうこっちゃ、ちょっと早く起きすぎちゃうみたいな感じになって、すごくね最後まで生活慣れなかったですね。それが俗に言う時差ボケ、時差ボケやのに時刻は変わってないから、なんかすごく変な感じで。なるほど。で昼ご飯って12時にやったらね、はい、12っていう時間を見たら自動的にやっぱお腹すくんですよ。そうですね。であの長い間もうねその針しか見て育ってきてないですからね。そうです。例えば海外行ったって12時になったら食べるんですよ。そう、条件反射ですね。そうです。でも、はい、ここでは12時は10時やからまだ昼ご飯の時間じゃないんです。2時まで待たんとあかんのですよ。ちょっとなんかねえ、そうよだれが出てきますよね。もうなんかお腹空いてきてんけどみたいな気になって、ほんで仕事終わりの時間は6時ぐらいになったらもう終わりやなとか思うでしょ。そうですね。まだ4時なんですねそれは。だからまだまだ仕事終わりの時間じゃない。明るいからね外はね。いやなんかちょっと辛かったですね、はい、なるほどね、これやっぱりね、やっぱり異国へ行かないと体験できない感覚ですよね。そうですね、そうですね、はい、それはねすごい楽しかったんですけど、やっぱりねあの一番これはって思ったのが、はい、気温ですね。なんか中国ってすごい暑いってすごい寒いってイメージなんですけど、特に砂漠のところは、そう砂漠の近くなんで、ね、温度差が、ね、あるんでしょうね。そうなんですよ。ほんでその青島っていうところからウルムチ行ったんですけど、はい、青島出る前にスタッフの一人が、はい、じゃあ山猫さん明日行く町の、はい、ちょっと気温調べてみようかって言って調べてくれたんですよ、はい、そしたらって笑ったんです。何それと思ったらマイナス20度やってって。おいよそれはちょっと笑わないとついていけないですね。そして日中最高気温、マイナス13度よこれはもう気合いで入るね。ちょっと意味がわもうそれ聞いただけでなんか肩が凝りそう。そら笑うねっていう温度やって、ね、日本の国内の冷蔵庫でもそんだけ低い冷凍室ないですよほんまにそうですねほんまにそうですよね、はい、ほいでね結局行ったら実際行ったら、はい、マイナス30度やったんですよさらにさらに寒かったんですいやもうちょっとそのマイナス20度を超えたら20度も30度も40度ももう一緒かな。あんまり体感的にはもうねもう出たら死にますね。あのねこれ笑ってますけどほんまに死ぬんですよ、マイナス30度の時って体どうなるかご存知、はい、いやもうパリパリにいてしまいそうな感じもするけどやっぱりね人間って水分なんやなってめちゃめちゃ感じるんですよ。っていうのはね息するとこの口の中と気管っていうんですか、気管が凍るっていう痛ってなるんですよね。だ
からもう手を当てながら外に出ないと、はい、あマスクして喋らないと、ね、そうですね、もうこんな痛いんやと思って、はい、あと耳がちぎれそうになるんですよ、うん、あここはもうねよう冷えるとこですよ、もうあれもきつかったんですよね、はい、でその寒いとこなんでね、うん、私あのさっき申し上げたように服とかめちゃめちゃ入れてたんで、はい、靴も必要最小限の靴しか持ってってなかったんですよ、はい、あそこまでちょっとね、そんなんで重さを、そう重さと場所を取ってる場合じゃないと、それでも5足持ってったんですよ靴は、はい、やその舞台用に2つとあらら普段着用の靴3つ、へーへーへー、でもねまさかマイナス30度のところに行くと思ってなかったから、そうはねちょっとハイヒールでは厳しそうな感じですね無理無理ほいでその一応私が持ってる中で一番分厚い靴を履いてたんですけど、そしたらそこの社長がね、そんなこと寒いやろって言って、ああまあでも寒いけどないからしょうがないしと思って、ねえそんな持ってきて普通あの日本国内に住んでる人がマイナス30度用の靴なんてどこのスーパー行ってどこ行ったらいいの、コーナーとかに売ってんの、そんなもん売ってないっすよそれで社長にね、靴買いに行こう靴って言って言われて、いやでも買ってもらったとしてももう私荷物入らないんですと、入らないし荷物もその雪はで重いからこれ以上重量オーバーになったらこうスーツケース壊れてまうと思って、はいはい、いやもういいあの数日やから全然大丈夫、うん、はい、寒くないよって言ってたんですけど、翌朝ね、あの運転手さんが私のことを迎えに来てくれた時に、会場じゃない靴屋に泊まったんですよだからその運転手さんが社長から靴を買うように命令されていますって強制的にはね、強制的に靴を買わされそうだって、まあその滞在期間中でもね危ないからね本当にね寒さってのね、でも優しいなと思ってね、うん、いや私があまりに断るからじゃあもう無理やり連れて行ってしまえと思ったんだと思うんですよ、あなるほどね、もう無理やり靴屋に駐車して、いやでもそれでもほんまに荷物入らないからもうほんまにもういいよって言ってもうそのまま買わずに、はい、いやそれじゃもう僕社長に怒られますとかおっしゃってたけど、いやもうほんまいいからありがとうねって言って行ったら会場行ったら、はい、靴買ってないじゃないかとか言って社長にめちゃめちゃ怒られて置いて、いやもう仕事帰りに無理やりもう社長に靴屋に連れて行かれてね、はあ、でもその靴屋ねすごかったのがビル一棟丸ごと靴屋なんですよ、その新疆ウイグル自治区区にある靴屋の、靴屋のビルみたいなのがあって、あら1階から6階まで全部靴屋なんですね、どういうシステムかちょっとよく分からない、ちょっと日本でそんな靴屋さん見たことないですよいやでもね結構あるんですよ中国で、なんか一棟丸ごと何々屋さんみたいな、同じの売ってるやんとかあるんですけど、こんな靴屋さんがずっと全員集まってきて、そうなんかいろんな靴屋が集まってて、まあ買いに行く方からすると分かりやすいっちゃ分かりやすいね、まあ、比べられるし、まあ便利なのかもしれないんですけど、まあ、そこで結構高価な靴社長買ってくれてね、ほいでなんかあの靴下も買いに行こうって、なんかパパ活みたいな、なんか言ったら何でも買ってくれそうみたいな、いやもうね特別仕様ですからね、好きなの選べって言って、ちょっとこの辺では多分売ってないそうもんでしょうね、めっちゃ分厚いめっちゃかっこいい靴買ってもらって、やっぱり匂い持って帰ったら非常 にね値打ちもんというかね、そうかもしれませんね、だって日本で売ってないもん、見たことないもん、いやそれはそうですよ、ま、でも履くチャンスもないんですけど、ね、いや今日履いてこられたらよかったのにな、見ちゃかったな、私ね一回履いたんです、でもね、運転しにくいんですよ、はい、ひょっとしたらあの足首が曲がらないんですかね、そこがあれ10センチ以上あるのかな、はあ、そこビーするから厚底、そう厚底すぎて、でめっちゃでかいんですよね、はあ、足の幅も、昔のなんかアイドルがパンタロンの下に履いてたなんか、はい、高い靴のなんとなくこんなすくずくこんなで、そう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 、あんなイメージ、めちゃめちゃ足でかくなるっていう靴やったから、ちょっと運転に危ないなと思って、まあ、危ないけど寒さ対策はやっぱりしっかりそう全然寒くなかった、ほんで毛皮でモフモフになってるんだよ、はい、中側がめちゃめちゃあったから、それあのほんで結局日本へ持って帰ってこられた、持って帰ってきたんです、はい、がなそれ、それはで結構ええ値段してたから、これ捨てるわけにもいかへんなと思って、いやそれもうこの寒い時に足元が冷えますやんか、うん、もう絶対冷えない、ね、めちゃめちゃ冷えない、それピアノ弾くときもそれでピアノ弾けたら、いやいやいや、いけるな、ピアノいけるなちょっと厚底で感触はちょっと違う、ちょっとちゃうけどいけるかもしれませんね、ほなもう
暖房費が安上がりますがな。これお得ですかな、ね、お得ですね。確かにお得やわ。足元から冷えますからね。そうですね、ちょっとそれそうしますわ。私家で引くときは、もうオアバッグとして使いはったら、あんなやったらもう夜寝るときもそれ履いて寝たら足元抜くんで。いやいや、そんな外履きのやつはダメ。お布団に入れたらダメということで、もう時間なんですよ小鉄さん。そうなんですか。いやいや、もう盛り上がりすぎましたね、元旦からね。はい、皆さんもありがとうございました、ということで、あ、ここらで一曲いきましょう。一曲忘れてましたね。そうそう、どうしよう、こんな時間になってもたら、本当はね、勝利と凱旋行きたかったんですけど、時間がそんなないので、雪やコンコにしましょう。あ、どう。じゃあお聞きください、小鉄山猫で雪やコンコ。ね、元日から本当にありがとうございました。いや、こんな面白い話ね、本当仕事で行ってはんのにね、こんな土産話の方がもう多すぎて、これ1年分から以上話いけると思いますね。今日話そうと思ってたの多分3分の1ぐらいしか喋れてないんで。あ、それでも3分の1もいったんですか。3分の1いきましたね。いや、ちょっと早歩きしすぎたな。来週もまたお土産話の話しましょうかね。そうですね、今度山猫さんステージ上がってる時はその靴でいいと思う。いや、暖房費が安いとかそんな問題じゃないんですよ。欲しいですね。これ中国で買ってきたんとか、なんか丹波市で、なんや、でっかい靴履いてる女おるでと思ったら私やと思ってもらったらいいね、なんかちょっと時代遅れのファッションかなと思う。いや、時代遅れじゃないはず。最先端を言ってましたね。そうです、ということで、今日も皆さんありがとうございました、来週も1月8日月曜日3時半でお待ちしております。本年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。また来週。さよなら。さよなら。